わそう、どうも、ビアコガイドのなすびです。よろしくお願いします。ですね、まあ、2月になりまして、魚群探知びっくりした、まあ、2月になりまして、まあ、魚群探知機のこの取り付けだったり、まあ、エンジンメンテナンスだったり、まあ、しておりまして、で、レバレントサービスの寺島さん、まあ、バスボードのコーティング屋さんですね、そんな方にもちょっとボートをコーティングしていただいたりとかして、まあ、全然意識はしていないんですけど、まあ、本日と2月は、まあ、整備月間というわけで、で今回はこの寺島さんの下でピカピカにしていただいた、まあ、バスボードを新たに、まあ、バスボードの新たなる取り組みというわけで、ですね、今回はプロテクション屋さんにちょっとフィルムをね貼っていただくということで、ちょっとその様子を見ていきたいと思います。はい、というわけで、まだ序盤なんですけど、ボートの船体に、まあ、フィルムを貼っていただいてる感じですね。これフィルムで貼ってるんですかね。フィルムで貼ってます。プロテクションですね。プロテクションフィルム。プロテクションフィルム。で、プロテクション屋さんの森田さんですね。よろしくお願いします。お願いします。すいません。全然。慣れてないです。いやいや、僕も慣れてないんですよ。はい。で、会社名が何ていう？一応、B リボーンでやってます。B リボーンさん。はい。B リボーンさんですね。滋賀県の方ですよね。滋賀県です。もともと生まれどこの方なんですか？滋賀県です。あ、滋賀県なんです。引っ越してきたって言ってましたよね。違う町から引っ越してきただけ。あ、そうなんですか。結構じゃあ滋賀県の人。あ、なるほど、滋賀県の人。で、普段は車とかに、プロテクションされてるってことですよね。車にプロテクションフィルム貼ったりとか、まあ整備出張でしたりとか。はい、なるほど。で、取り付けた。で、今回はバスボートに、参入すると。で、一回ボートで、まあ、しっかりとこのプロテクションがされてるのか、まあ、ちょっとテストを僕の船でしていただけるということで。で、結構バスボートって、こう、この、まあ、この船体の上ですよね。結構足をやっぱ乗っけちゃいやすいっていうのが、まあ、ありまして、まあ、釣りしてるときどうしてもまあ乗っけてしまうときももちろんあるんですけど、でも結構ね、この船体に足を乗せることによって傷つきやすかったりもするんで、それをちょっと保護していただくということで、今回森田さんの方にお願いしました。あ、本当ですね。で、バスボートの船体保護って言うと、やっぱラッピングっていうのが一番メジャーだと思うんですけど、まあ、中にはしたくない方も、まあ、結構いらっしゃいまして、まあ、こういうこのバスボートってこういうフレーク、こういう、まあ、ラメとかがフレークとかがキラキラしているのがやっぱりバスボートだよっていう方もいらっしゃるんで、それを維持したいためにこの、まあ、ラッピングではなく、プロテクションっていうのが結構いいんじゃないかなと思いまして、で意外とプロテクションってこのバスボートに、バスボートでは多分ないんじゃないかなっていうので、まあ、今回プロテクション屋さんの森田さんがこのバスボートでやってくださるということですね。はい。ちなみに僕は、ラッピングしたくない派ではないんですけど、今ラッピングの予定がないので、こう、ご縁がありましたら、こうやってやっていただくことになりました。やっぱ寺島さんにコーティング、ガラスコーティングしていただいてるから、もうめちゃくちゃ綺麗です。それにさらにこのプロテクションでガードしていただくという、まあ、非常にありがたい感じですね。というのも、これは、コーティング屋さんの寺島さんの紹介で、こういうご縁がありました。そしてレバレントサービス寺島さん、僕のボートをガラスコーティングしてくれた方なんですけど、その方もちょっと今お手伝いで来てくださっております。本日は北西の風、まあ、4メーター5メーター予報で、まあ、湖上を出るならば結構中止レベルじゃないかっていうぐらい強風の中、プロテクションをしていただいているという、まあ、かなり鬼畜な環境でございます。まあ、まだ雪降ってないだけマシかもしれないですけど、まあ、風って多分プロテクション大変なんですね。
普段はね、室内でされているらしいんですけど、まあ、こういうバスボートの、プロテクションは結構野外ですることが多分多くなるんじゃないかということで、こう今強化練習ですね、この北西4メーター5メーターの爆風の中で、この環境の中でプロテクションすることができれば、いつでもできるんじゃないかなっていうてか僕誰目線やねんって感じなんですけど寺島さん怒ってるみたいなんでちょっと喋ってもらっていいですかね。真剣モードです。いろいろ僕のボートで試行錯誤、バスボートでプロテクションできるのかどうか見ていただいております。ツヤが出たっていうのは分かるかもしれないです。この角度なるほど。これ確かこれこう傷が貼ってあると、こう 傷が入ってもなんか火で炙ったりするとなんか、60度以上でだいたいフィーリング、はい、傷は元通りになるし、あ、そうなんですね。何ですか、もともと車の飛び石防止のために作られているプロテクションで、まあ、ボートでもいけるって書いてあったんで、あ、なるほど、はい、まあ足乗せて傷とか、はい、ね、わ、人的なところがあるんで、どんだけ耐えれるかなっていう、はい、こう足乗せてこうね、グッてなったらとか思うとあれですけど、多分まあすごいツルツルしますね。ということで、森田さんの手によってプロテクションすべて施工貼っていただきました。まあ、ほとんどね、こう、まあ、ここ境目なんですけど、まあ、ほとんどこの境目が分からずにしっかりとガードしていただいている。そして寺島さんのガラスコーティングによってこの綺麗なままの状態でこうプロテクションしていただいたんで、まあ、これで足がここに置いても全然分かりにくい、あ、足が置いても大丈夫というような感じですね。すごい潤ってます。